愛知県の重症者の数を見ていきたいと思いますまずは第六波の時に重症者の数のピークとなったのが2月25日こちらは57人でした一方で現在第七波では昨日の時点で15人と六波に比べると少ないですよねただイエクルドクターの福井先生はこのようにおっしゃっています第六波に比べ第七波の症状は 激烈とおっしゃっているんですねそして第六波よりも強い印象自宅療養ではベッドから起きられない人もいるそうなんです、うん、重症者の数は減っているのになぜと思うんですがこちらのデータをご覧くださいこちらは愛知県の感染者の症状別の割合です重症の割合を見てみますと確かに六波に比べ第七波大きく下回っているんですが 注目していただきたいのがこちら中等症ですわずかではありますが6波を上回っているんですねではこの中等症はどういった状態なのかと言いますと酸素吸入が必要だったり呼吸困難そして肺炎の所見が見られる状態なんですね これで中等症なのかという思ったよりも重い状態だと思うんですがです、ね、重症化する割合が少ないからといって軽い症状で済むとは決して思わず引き続き感染対策を続けていく必要がありそうですね。ねえ 重症ではない中等症といっても症状が激しく出るケースがあるので注意はやっぱり必要ですね,ですねなんか重症化率がすごく低いからちょっと安心した部分は多少あったんですよね、えー、でもそうではないんだなというところで、まあ、正しく恐れながらまあ感染対策を取ろうというふうに、まあ、危機感は少し芽生えましたし、まあ、私の知人もあの感染したんですけど、えー、その時に話していたのがやっぱりちょっと不安だったり心細さというのがあるそ,、ね、その時に、はい、お話を聞いてもらえる人がいるというのがすごく心強いです という話をしていたんですよね。そうですよね。今あの自宅療養の方がやはり多いですから、重症化で入院はしてないけれども中等症の方もたくさんいるということで、家来ドクター頼みたいという方いらっしゃると思います、えー。名古屋やその近郊が対応エリア。予約はウェブで受け付けているそうです。家来ドクターで検索してみてください。